ロバート・ルイス・スティーブンソンは、イギリスのスコットランド、エディンバラ生まれの小説家、詩人、エッセイストである。代表作に冒険小説、宝島、ジキル博士とハイド氏など。政治の名は、ロバート・ルイス・バルフォア・スティーブンソン。スティーブンソン、スティーブンソンとも表記される。父・トーマス、ソフ・ロバートは共に、東大建設を専門とする土木技術者だった。 母はマーガレット・バルフォア。スティーブンソンは1867年にエディンバラ大学の土木工学科に入学し、父の後を継ぐことを期待されたが、1871年には放課に転科。1873年に療養のためフランスに滞在。1875年に弁護士の資格を得た。政治の名前はロバート・ルイス・バルフォア・スティーブンソンだったが、 18歳の時に名前の間に入っていたバルフォアを外し、ついでセカンドネームのルイスをルイスに変更した。以後、名前を略す際には RLS と名乗る。生まれつき病弱で若い頃にかかった結核のため、各地を天地療養しながら作品を執筆した。妻、ファニー・オズボーン少女作は1874年に雑誌に発表したエッセイ。 南欧に天地を命ぜられて、療養先でレズリー・スティーブンの紹介で、ジャーナリストのウィリアム・アンネスト・ヘンリーと知り合い、1877年からヘンリーの編集するロンドン市にシンアラビアヤワを連載。1877年にパリで後に妻となるアメリカ人、ファニー・ウォズボーンと出会う。ファニーは10歳年上で着込んで2人の子供がいたが、 1879年に夫が病気を患い離婚。翌年5月サンフランシスコでスティーブンソンと結婚する。この頃、1876年にフランスの運河をカヌーで旅行した時の経験による内陸の旅人及びロバの旅の2編の寄稿文を出版。ファニーと2人の子供を連れてスコットランドに帰り、精力的に創作に取り組んだ。 1881年にはエッセイ、若い人々のために、を出版する。1882年エッセイ、我が親しめる人と書物を出版した。同年、南フランスのイエールに家を買ったが、後に父の病気が悪化したので、ボーンマスに移り住んだ。1883年には、一躍彼の名を高からしめた、最初の長編小説、宝島を出版。 ウィリアム・グラッドストーンは、ローズベリー教の家で、宝島を見せられて欲しくなり、翌日ロンドン中の本屋を探させたというほどの人気だった。1885年、プリンス・オットーを出版。1886年、誘拐されておよび、代表作、ジキル博士とハイド氏を出版した。1887年、5月に父が亡くなったのを機に、8月には、祭祀と共に、 アメリカへ移住し、新たな展示先を物色する。スティーブンソンは、サンフランシスコに滞在していた時に、チャールズ・ウォーレン・ストダードという出版会の人物と出会い、彼の難解の話に興味を持っており、検討の末、以前スクリブナーズ出版社の依頼で取材した、南太平洋の島々の気候が、自身の健康のために良いと考え、1888年に、 マルキーズ諸島の抜く日は島、パウモト諸島、ギルバート諸島を訪れた。1889年にハワイ諸島を訪問した際には、カラカウアオに親しくなって、ハワイの地理や歴史に関心を持ち、古くのハレオケアウェオの名を、ビンの子鬼の主人公の名にしている。1890年10月に家族と共に、南太平洋のサモア諸島中のウポル島に移住し、 残りの生涯を同地で過ごした。彼は、島人から、したらとして好かれ、自らも島の争いを調停するなどの仕事をした。島での暮らしは健康に恵まれ、多くの作品を発表した。ジャコバイトの反乱の際に発生した、アソレ公爵家の分裂騒動に関心を持ち、それをモデルにした悲劇的な歴史小説、バラントレーの若殿を書き始め、アメリカ、タヒチ。 ハワイで書き継がれて1889年に炭鉱本化された。またハニーの連れ子のロイド・オーズボーンとの協調もある。1894年12月4日、スティーブンソンは妻との会話中、ワインの線を抜こうとした時に脳一血の発作を起こし2時間後に亡くなった。以降は倒れる直前まで口実していた小説、ハーミストンのウェアで未完作となった。 スティーブンソンの亡骸は、バイアさんの頂に葬られ、母碑には彼の死が刻まれた。1897年母マーガレットが、1914年妻ファニーが死去。ウポルトのスティーブンソンの宮廷は、現在、ロバート・ルイス・スティーブンソン博物館として利用されている。ジョン・ゴールズ・ワージーは、スティーブンソンは人間の肩を描いたり、 人間の生活の種々の面を描き出すというよりはむしろ物語作者であって、アレグザンダ・デューマーやディッケンズに比べてみて遜色がないのみか、筋の運びの手際の良さと快適な速さを持つ点では帰って両者を凌駕するものである。19世紀の英国の作家の中で普及の生命を持つであろうと思われるのは、ディッケンズを除けば一人スティーブンソンあるのみであると述べ、アシニアムシでは、 スティブンソンこそ原文団における物語文学最高の主導者であると評している。今日もなお、宝島、ジキル博士とハイド氏シ,シンアラビアヤワなどは、児童向け小役を含めて日本や世界各国で広く読み継がれており、全作品が19世紀に属する英国作家としては、最も大衆的人気を保ち続けている一人である。サモアをはじめとする難用を舞台にする短編小説に、 瓶の孔に、声の島などがある。瓶の孔には、ドイツの古い伝説からアイデアを得たと言われており、イギリスで発表された後に宣教師によってサモア後に翻訳され、サモアでこれを掲載した新聞は、発行部数が跳ね上がった。サモア人たちは、スティーブンソン夫妻が、サモア人たちを手厚くもてなすのを見て、 この小説に登場する瓶のおかげで豊かな暮らしができるのだと信じていたという。回帰小説の傑作とされるネジケ・ジャネットやトッド・ラブレイクの話はスコットランド語で書かれている。ネジケ・ジャネットはヘンリー・ジェームズにより13ページで書かれた傑作と激賞された。マーガイムは科学雑誌に掲載された潜在意識に関する論文を読んで思いついた作品で、 サマセットモームの世界短編小説百選にも選ばれた。代々東大関係者でベラバサーストはノンフィクション・ザ・ライトハウス・スティービンソンズを表し2000年にサマセットモーム賞を受賞した。中村徳三郎、後書き、南海戦一夜物語岩波書店1955年、中村徳三郎、解説、フォーマアナバリスツインプリフール。 1928894.122スティーブンソン回帰短編集福武文庫1988年公文社文庫クイーンの定員愛などありがとうございます